ちは、ひまひまです。今回はですね、なんかここで撮るのも久しぶりだ気がします。あ、全然久しぶりじゃないね。今日はですね、最近ここにあるクラウドメイク、雲メイクというものが流行ってますよね。最近なのかな。で、あの雲メイクはこういうここにピンク色にここら辺をして、ピンクじゃなくてもいいんだけど、でそこに空に浮かんでる雲みたいなのをこうアイシャドウとかで描くっていうやつです。それでスノーとか TikTok とかでもそのフィルターとかも出てきたりしてて、今回はそちらの雲メイクをやってみました。時計ですね。あの昨日実はひまわり TV 用にゆるーく携帯で撮ってて、それをちょっと今回は使うらしいので、はい、雲メイクをやってみました。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。まずは何を使うかを選んでいきたいと思います。まずあれでチークちゃん、これとかも一応用意しておきます。あとチークちゃん、あと白い、あ、筆白いやつ、よう、イエイイエイイエイ。あとアイシャドウとかも用意しておきます。あ、これもうアイシャドウだよね。こんぐらいで、あ、ちょっとこれいけんじゃないかな、ちょっと使えそうって感じでやっていきたいと思います。はい、というわけで今ちょっと集めてきました、材料を。じゃじゃーん。違う、なんかワセリンがなかったのでこれを使います。なんか白の部分を何でやればいいのか分かんなくて、なんか一応持ってきました。であとこれね、アイシャドウをいっぱい用意しましたけど、もうこれとか何色を使えばいいんだと。でもここのノーズシャドウ、なんていうんだっけ、いただき物とかがたくさんあるんで、あ、これ使えそうじゃないですか。はい、アイシャドウとかね、あるんですけどね、どうしようかな。早速まずはあの土台のチークからやっていきたいと思います。雲は白のコンシーラーやアイライナーがあると理想です。ない場合は筆を濡らしてから白いシャドウを使うと雲ができる。マジか。筆濡らしてきますね。いや、水持ってこうから、どうしよう。で、チェリー入れてきました。なんでこれに入れてるんだよみたいなのね。これしかなかった。はい、じゃあやっていきます。まずは酔っ払い風にチークをここに塗っていくそうです。なんかね、でもちょっと今日顔赤いからね、そんな塗らなくても大丈夫、そんな問題しない。頑張ってクラウドメイクしていきたいと思います。雲メイクじゃなくてクラウドメイクって言った方がいいね、やっぱ。まずはここにチークをつけていきたいと思います。すごいみんな上手くて、え、なんかめっちゃいいんだけど、え、あ、これ鼻にも塗るか。あ、これ100均のクリームチークいいです、すごく。あ、もうこれあれにも使うんですよ、リップだから。おすすめ、貼っててよかった。あの、ダイソーですね、すっごい前に買ったやつだと思う。え、なかなか良くない？ちょっと待ってね、薄っ。鏡で見たら結構そんな薄くはないんだけど、雲メイクやってみたいなと思いまして。みんなさ、可愛いんですよ、それが。こんな感じ。どうなの？ってことでチークをパパパッとまぶしていきたいと思います。いろんな人の声が聞こえますが気にしないで。お兄ちゃんとかママとか、ママ少しドア閉めれる、ひまの今。あ、じゃあいいよ、閉じちゃうの、閉めるよ。どなたですかって言われました。なんかもう完成、肝心の句も書いてないっていう。画面上が伝わりづらい、めっちゃ普通の顔に見えるじゃん。あの鏡で見たらめちゃめちゃ赤いですよ。どっちが正解？これはちなみにえっちゃんからいただきました。ありがとうございます。できました。あ、こう見たらわかる気がする。でもさ、
うだよね。こうなんか違う気がする。濃すぎる、もしかして。こっちにちょっと薄いやつをこうね塗ります。まあいいでしょう、入ってきました。そしたら筆を濡らしてから白いシャドウを使うと雲ができるらしいです。なのでやってみましょう。うまいうまいうまい。なんで水のうまいのわかんない。やっちゃいますね。筆これ使えばいいかな、わかんないけど、メイクが詳しくないもんで濡らしました。え、いいんじゃないまだまだまだ水だけそしたらアイシャドウを塗っちゃいたいと思います。白いアイシャドウね。白いアイシャドウはないな。まあこれいけるかなっていう色があるので、そういうのを使っていきたいと思います。あ、待って、あるかもあるかも。ちょっと待って、白、違う、全然白じゃないじゃん。あ、ピンクだった。そしたらノーズシャドウとかでもいいのかな。それ白いんだよね。やっていきます。水ちゃんが多かったかも。え、なんか、なんか、え、すみません、ちょっと、すみません、なんか、なんか、ちょっと待って、水じゃなくてよくないっていうか、クリームでいいと思うんだよね、用意した。なので、こっちのクリームに行ってみたいと思います。トーンアップクリームってやつなんです。もうこれが白いからさ、もうこれで雲になっちゃう説。え、雲じゃん。クリーム塗ったのでアイシャドウ、白いやつを塗っていきます。これ手でやってください的な感じか。え、なんか雲の形じゃない、これ。雲じゃない。あ、今から改善していく。まあここが良ければいいっしょ。画面越しで見たら雲だよこれ、完全に雲。怖い怖い、なんか。みんなね、鼻にもやってるんですよ。なんか、よくあの100均に白いシャドウが売ってるらしいです。薄いできた。え、メイクめっちゃ初心者な、初めてやった割には結構うまくできた。じゃん、手が半端ないことになってるんですけど、え、あ、ちょっと待って、って感じで今こんな感じでこのメイク完成。これすっごい簡単で、白とピンクがあればできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。じゃあ今からこれで TikTok 撮ってきます。じゃあバイバーイ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。あのね、アイシャドウがなくてノーズシャドウやっちゃいましたで、結構普段メイクを全然しない初心者がやった割にはうまくできたんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。簡単にできるのでね。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。では次回のひまふまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。